中山朗は中華民国台北市郊外の陽明山にある多目的ホール、国民大会の議場などとして使われた。中華民国の国府である孫文の生誕100周年、記念事業の一環として1965年10月に建設が開始され、1966年11月12日に完成した。設計は治沢蘭が担当した。 1> 約1万8000平方メートルの面積をカバーし、外観は中国式建築の宮殿風建築様式が採用された。内部は3階建てになっており、収容人数1800人の中華文化堂や2000人収容のレセプションルームなどを要する。2階部分は小解析、総尾令が別荘として使用していたプライベートエリアや台湾海峡有事を想定した軍事作戦を立案した。 作戦会議室などが含まれているため非公開となっている。現在は国立台湾図書館の陽明山中山老管理所が管理している。完成後は建物内の中華文化堂が国民大会の議場として用いられ、総統、副総統が直接選挙されるようになった1996年以前は国民大会代表による間接選挙が行われた。また、 中華民国憲法の効力を事実上停止していた、動員官団時期臨時上官の廃止と、中華民国憲法像、おさむ条文の制定による万年国会集結を決定づけた第一期国民大会、第二回臨時会議の会場として、中華民国民主化の舞台ともなった。中山朗は、政治の中心地としての役割だけでなく、諸外国の中華民国駐在大使ら外交官や、 国内外の品格を接待する施設としても用いられたほか、新台湾ドルや郵便切手の図柄としても登場したため、中華民国を象徴する重要施設としての地位を確立した。正面、蒋介石による変額中山老は、孫文生誕100周年記念の事業の一環として、中華民国総統、蒋介石の発案で建設されることになった。その狙いは、 盛大な祝賀式典の開催以外にも、深く人の心に入り込み、永久に伝えられていくような記念建築物を建造し、国府の港跡を称えることにあった。1964年9月1日、中華民国各界国府生誕100年記念準備委員会が設置され、国立国府記念館の建設を決定した。そして、1965年2月初めの、 準備委員会第6回会議で、小解析は、陽明山国防研究院図書館付近に小規模の記念建築物を建てることを決定し、中山楼と命名した。建設工事は、国軍大助役官兵歩道委員会、坂江民工ほどところが受け負った。中山楼が完成した後、楼内の中華文化堂は、収容人数1800人という規模を生かして、国民大会の議場となり、 2005年に国民大会が活動を凍結するまで使われた。なお、1949年の仙台以前は、首都であった南京の国民大会堂で、政権国民大会と第一期国民大会第一回会議が開催されていたが、仙台以降は中山牢が完成するまでは、台北の中山牢を国民大会の議場として使用していた。李松林棋。 小解析的台湾時代、台北、風雲時代出版、1993年、第229ページ a b 陽名山中さん、ロー情報中山ローの歴史、中山ロー公式ホームページ、2020年3月7日、閲覧。中央銀行新大平助賞アーカイブド2016年8月24日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、総和志総編集。中山ローのみ。 台北市、国立国地地記念館、ISBN 9兆7895億7022万8366、ありがとうございます。